クールハーク、クールハーク、クールハーク、本名、クライブ・キャンベル、1955年4月16日帯は、ジャマイカ出身の DJ。グランドマスター・フラッシュ、アフリカ・バンバータと並ぶ、ヒップホップ・レイ・メキの三大 DJ の一人に、数えられ、ヒップホップ界のゴッドファーザーと呼ぶ者も,もいる。1967年、ジャマイカから、ニューヨークのブロンクスクに移り住む。 1973年に妹の誕生日パーティーのためにレコードと機材を用意し DJ を始めた。最初は本名で活動していたが後にハーク、ハーキュローズの短縮系と名乗る。この頃にターンテーブルを2つ同時に使って2枚の同じレコードの特定部分を交互に何度も繰り返すブレークビツを発明したと言われている。 自身が所有していたレゲエのサウンドシステム、ハーキローズ、ハーキアローズを利用し、自身のブレイクビーツ思想に基づいた。このブレイクビーツとハードファンク、ロック、ラテンが楽器演奏を使うことによって、ヒップホップ音楽の基盤を作り上げた。この構想がダンサーに広まり、結果ラップを生み出すこととなる。また、異説もあるが、一般的に、 ブレイクビーツで踊り出すダンサーのことを b ボーイ、ブレイクボーイと名付けたのは彼だとレジ。彼の流すジェームス・ブラウンを典型とするファンクおよびヘビーファンクのレコードはブロンクスの1970年代初期ディスコブームに大きな影響を及ぼした。彼の音楽は様々なダンサーに影響を及ぼし、その結果彼は曲中のドラムビートを強調するようになった。 このビート音をブレイクと呼ぶ。さらに、このブレイクを曲中に次々と変化させていく技術を生み出した。クールハークの DJ スタイルはすぐにアフリカ・マンバータやグランドマスター・フラッシュなどが取り入れていった。しかし彼らとは違い、クールハークはヒップホップ音楽を商用音楽とし、取り入れようとはなかなかしなかった。クライブ・キャンベル、クールハークは キース・キャンベルとネッチ・キャンベルの子、六人兄弟の長男としてジャマイカのキングストンで生まれる。ジャマイカで彼は近所のダンスホールで開かれるパーティーの音楽や DJ の乾杯の音頭を聞きながら育つ。1967年にニューヨークのブロンクスに移り住む。ブロンクス横断鉄道の建設、ロバート・モゼスが1963年に完成。 1972年まで延長工事によって何千人もがブロンクスに移り住み地域一体を変化させていった。この鉄道建設と定地化現象によって白人の郊外への脱出を引き起こすこととなる。多くの地主は保険から少しでもお金を取り戻そうと放火脅迫で新しい移住者を脅した。このようにブロンクスでは暴力的な若いヤングの風潮が 盛んに見られるようになり、1968年から1973年まで、その風潮はどんどんと広がっていく。キャンベルは、高校時代、アルフレッド・スミス・キャリア・テクニカル高校に、その長身、人気、バスケットボール選手としての活躍で、ヘラクレスと呼ばれるようになる。共に、落書き、グラフィティグループ、エクスバンダルスにも加わり、ここで、クール、ハークと、 ニックネームがつく。その頃同時に彼は、父に懇願して当時レアだったジェームス・ブラウンレコード、セックスマシーンを手に入れた。このレコードを聴くために、周りの友人は集まるようになり、妹シンディーと新学期パーティーを開くようになる。1540、セドウィック通りのレクリエーションルーム。これを機にハークは、サウンドシステムを持つようになる。彼の初代サウンドシステムは、ターンテーブル2台。 にチャンネル付きギターアンプ、PA スピーカー。これを使って、ジェームス・ブラウンの、ギブ・イット・アップ・アターネット、エールズ、ザ・ジミー・キャスター・バンチの、イッツ・ジャスト・ベグン、ブッカー・ T& ザ・ MG の、メルティング・ポットなどを流す。この頃のブロンクスのクラブでは、ストリート・ギャングの脅威があったため、年上のディスコ好きのリスナーに、音楽の提供をしていた、アップタン・ DJ は違う音楽への強い憧れを、 持っており、ブロンクスの若者の流行とは違うハークの新しい音楽を一般ラジオ局で提供したところ、あっという間にリスナーに受け入れられていった。1973年8月11日の18歳の時、1520セグウィック通りのレクリエーションルームで開かれたパーティーにて、ハークはヒップホップ音楽の原本となるスタイル。 レコードのビートの重い短い一部を抜き出すを作り出す。このようなビートの多くかかった部分、ブレークと呼ぶはダンサーたちの最も好むところだったので、彼はそこを取り出し、変化を加えて後に延長していくようになる。二つのターンテーブルを利用にて、一枚目レコードのブレークがかかっている間に、二枚目レコードのブレークの部分を流す用意をしておき、 その二つの短いブレーク部分を次から次へと流していくという過激な発想を生み出す。この斬新なアイデアを、ハークはメリーゴーランドと呼んだ。初期メリーゴーランドは、ジェームス・ブラウンのギブ・イット・アップ・はターネット、エールーズ、ナウ・クラップ・ユア・ハンズ、ストンプ・ユア・フィート、という下りからのブレークから、ザ・インクレディブル・ボンゴ・バンドのボンゴ・ロック、そしてベイブ、 ルースのザメキシカンという構成であった。アメリカのテレビ番組ヒストリー・ディテクティブスはこういう、もともとーボーイとビーガールとはハークのブレイクビーツに乗って踊っていたダンサーたちの呼び名であった。同時にハークはブレイクとはスラングで興奮すること、パワー全開いること、混乱を起こすことを意味するとも定義。ハークの作ったこのーボーイ、ビーガール、B ブレイキングという語彙は、ヒップホップ文化主義前からすでに出来上がっていた。グランドミクサー DXT、元、ハークの b ボーイは、初期のヒップホップ文化の生まれをこういう、お客が全員で円を作って、b ボーイが真ん中で踊る。はじめは簡単なステップだけだったが、ある時誰かが手足をすべて使って回ったりしだした。これに影響されて、皆は家で何かもっとすごいものを考え出すようになった。 この流行が1980年代初期のブレイクダンスの始まりとなる。これは5991年ニューヨークタイムス氏に主流のバレエやジャズダンスと同様に困難でクリエイティブな芸術の一つと書かれ。当時1970年代にはまだヒップホップ文化の名前すらなかったのでこの流行に乗っている人はミナビーボーイと呼ばれたようだ。ハークは落書き。 クラフィティのミステリアスさ、ルックス、パーティーでの評判により、ブロンク地区でのヒーローとなっていく。ついで、彼は、様々なクラブでの演奏を依頼される。とワイライトゾーンクラブ、ハベロクラブ、イクゼクティブプレイハウスクラブ、パル、他にも、ドッジ高校、タフト高校など。その多忙なスケジュールにより、ラップは、コークラロックが代行され、ハークラウズと呼ばれた彼のクルーと、ダンサーたちは、 クラーク・ケントによって増大された。そして彼は、サウンドシステム、これも、ハークラウズと呼ばれるを、ブロンクス地区の路上や公園に持ち出すようになる。これが、路上ヒップホップの始まりとなる。ネルソン・ジョージ、まだ外は明るく、子供も何か始まるのを待つかのように歩き回っている。車が止まって、テーブルやレコードを持った人が出てくる。彼らは、装置を準備し始め、 電源を入れる。バーン。クールハークは学校の運動場にコンサートを開いた。皆はただターンテーブルで立っているハークをじっと見つめている。ダンサーが踊っているのをそっちのけで、ハークが何をしてるのか観察している。これが路上ヒップホップ DJ の始まりだった。スティーブン・ハガー、ライター、フィルムメーカー、キャナビス活動家、ここ5年以上ブロンクスはギャングの脅威にあった。 それが1975年何事もなかったかのように消えていった。これはギャングでいることよりももっといいことが他にできたからである。それがヒップホップだったのだ。1975年グランドマスターフラッシュはハークを救世主と呼び彼の DJ スタイルを取り入れた。一年後にはすでに取り仕きれない若いお客にうんざりしたマンハッタン地区のイベント会場のオナーたちは 彼の演奏を拒否。ヒップホップ音楽は、ブロンクス地区のクラブ、コミュニティセンター、学校の行動に送り返された。アフリカ・バンバータは1973年に初めて、ハークの DJ を耳にする。バンバータは当時ブラックスペードというギャングに所属していたが、1975年にサウンドシステムを購入し、ハークの DJ スタイルを学び、後回りの仲間を非暴力団体。 ズールネーションに改心させていくこととなる。この1975年にハークはザ・インクレディブル、ボンゴバンドのアパッチをブレイとして取り入れ、これが現在でも使われるブロンクス国家とも言われるビーボーイズの流行最先端となる。1979年レコード会社重役のシルビア・ロビンソンがザ・シュガー・ヒル・ギャングを構成し、ラッパー・アッツ・デライトというヒット曲を生み出す。これが 一般民間に受け入れられるヒップホップ音楽の始まりとなる。この年の終わりまでにグランドマスターフラッシュはエンジョイレコードに所属し、1980年にはアフリカバンバータはウィンリーと契約を結ぶ。この流れによりハークの人気は薄れていく。グランドマスターフラッシュはハークの人気が落ちたのはテクニックの発達に彼がいてこれなかったからだという。 1970年末期にキューイング、レコードのある一部を次々と流す、カッティング、違うレコードへの切り替え、スクラッチング、レコードを動かして打楽器のうな音を作るなどの新しいテクニックができている。しかしハークは彼の引退をエクゼクティブプレイハウスの殺傷事件、イベント会場の火事などが原因と言っている。1980年にハークは DJ を やめ南ブロンクス地区のレコード店で働くようにな。ハークは1984年のハリウッド映画ビートストリートに彼自身の役で登場した。1980年代半ばに父親が成去した。その後ハークはコカイン中毒となる。その頃の彼はあれ以上耐えられなかったから瞑想を始めた。と語る。1994年に ターミネーター X&The g o d f ス・ r s OF ー e l i e のアルバムスーパーバッドに出演。2005年、ジェフちゃんのヒップホップ本 Can't Stop Won't Stop の序文を手掛ける。2006年にはスミスソンラン協会ミュージアムのヒップホップ記念に参加するようになる。2007年からは1520セドウィック通りが開発者に売られるのを阻止するキャンペーンに参加し、 その夏にヒップホップ生まれの地として、国州で登録できるようにする。DJ プレミアのファンブログによると、ハークは2011年に体調を大幅に崩したよう、健康保険もないという。ハークは、腎臓血石のための外科手術を受けるが、セントバルナバ病院で、さらに手術が必要となる。しかし、病院側は、保険のない緊急患者を拒否しないとするが、 彼が術後通院をしなかった経歴から全金を要求。妹のシンディは病院側に合計金額の提示を要求するが、まだ受け取れていない。ハークとその家族はウェブサイトを作り、彼の直面する医療保険問題を取り上げ、DJ クール、ハーク基金を立ち上げる。2011年1月、腎臓血石で入院していることを明らかにした。健康保険に未加入であったため、 1>, 1万ドル、81万円の医療費が払えずにいたが、DJ プレミアなどが、ツイッターやネット中継で呼びかけ、その結果、わずか1日で募金が集まり、2月には、鎮痛剤などを使用して、自宅生用した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。